玉置ひとみは、地域振興コンサルティングのプロデューサー。大阪府大阪市出身。株式会社坊代表取締役。幼稚園教諭を経て1988年リクルート、入社。就職情報士事業部事業部を経て、地域活性部にて、日本各地のものづくり、観光事業、人材育成事業等、地域コンサル事業に携わる。初代沖縄支局長を経て、 沖縄県に出向し、沖縄県キャリアセンターの立ち上げに従事。リクルートに戻り、ジャランリサーチセンター初代センター長に。独立後は、地域産品開発をテーマとした人材育成事業、地域資源を活かした地域産品や観光事業の開発を手掛ける。現在も日本各地を出張で飛び回る日々を送る。今後は、日本の農産物をテーマとした。 商品開発や海外展開を目指す。内閣府、総務省、農林水産省、経済産業省ほか、地方自治体の委員を多数務める。1984年幼稚園教諭として、学校法人、寺西学園等海佐級幼稚園に入園1988年株式外車リクルートに入社。1九十四年株式外車リクルート地域。 活性プロジェクトチーム発足に従事し移動。2000年株式会社リクルート、沖縄拠点開設に従事し、沖縄支局長として沖縄に移住。2003年沖縄県商工労働部、雇用対策課副参事として出向し、初代、沖縄県、キャリアセンター長に就任。2005年株式会社リクルート初代、ジャランリサワキセンター長に就任。 2007年株式会社リクルートを退職2007年4月、熱海市観光戦略室非常勤特別職産時間、観光戦略プロデューサー2007年7月、株式会社リクルートジャランリサーチセンター、客員研究員2007年10月、フォーパーソン有限責任事業組合設立2008年株式、会社を設立、地域をプロデュースする仕事、ありがとうございます。